はい、というわけで、花園のシャークティブです。今日はね、S ランクの2、2020シリーズ2のフート使っていきたいと思います。最近もうね、プラチナランク2は2と3を行ったり来たりなんで。オリックスバファローズ対オリックスバファローズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、全然勝てない。三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはバファローズの先発千賀が札幌ドームのマウンドに上がります。ランクも現人9位から全然上がんないんですよ。現人9位で上限調子9回来たりしてるんで勝てないです。感じにもそうですね、球場の広さ、スピード不足です。小宮山さんは気になったようです。引っ張った小笠原、カスや、アウト、ワンアウトです。全然バッターは2番に入っているビシエド。打球上げよう、打球を。先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは不明の、このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。通信フォークや日産、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線を打ったライトに大きな打球。うわ、よかった。ランナー出塁しました。よかった。ランナー一塁となりました。クリーンアップが登場します。バッター青木、ヒットでランナーを一塁に置いています。中心やばい、やばい。併殺狙い、インコースに攻めてきました。次が3球目、バッター村上、一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。さあ、そして打席には吉田が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。引っ張った、高い打球ライトへ、柳田が抑えて3アウトチェンジです。さあ、これからバファローズが守備につきます。丸が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。垂れそうな初球は何で来るか。初球打ち、高く上がった。いきなりかい、右中間破っていきました。バッターランナーはいきなりかい。さあ、そしてバッターボックスには松井が入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られる。インコース詰まりました。ここはフライになっています。さあ、そして打席には吉田が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。まあ、ここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。ああ、ボールですか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入ります。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。大野さんのやっぱ通信もいいですね。下通信も強いですね。2回になります。バファローズの攻撃、バッターボックスには指名打者の王、通信バファローズ得点に動きは初球打ち、センターに抜ける。先制のランバッターボックス村上、ヒットでランナーを1塁に置いています。まず何を投げてくるか。インサイド打った、ファールボールです。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、重中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。まっすぐ勝ったよ。さあ、追い込まれてしまいました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、インコースがやばい、失敗した。セカンド取った、2塁フォースアウト。バッターは7番に入っている浅野。バファローズダブルプレーでランナーなくなりました。最初は変化球できました。調子いいな、やばい。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。やばい、パないわ。2回の裏になります。バファローズの攻撃、バッターボックスは5番小笠原。バファローズ得点に動きはありません。0対0で、うちのボール打っていった、ここはフライになっています。セカンドフライ掴んでアウト。バッターは6番村上。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。しっかり捉えた、破っていった、一気にライトへ。バッターは DH 佐藤、ヒットでランナーを1塁に置いています。
カッサン送球するライト前ヒット、バファローズピンチになりました。バッターボックスは8番中村、バファローズ連続安打で、やばいよ俺、やばいやばいよ。バッターボックスには代打の坂本、大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね。ふわふわっと上がった、これはインフィールドフライ、ツーアウトランナー2塁1塁となっています。手出すんですよ、ここ。さあそして打席には梅野が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。あ、ライトへ、ここは打ち上げています。掴んで3アウト、サヨナラは免れました。危ない、バファローズ守備を変えてきました。3回の表バファローズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の尾形。多分尾形、バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。取りました、ワンアウトランナー2塁1塁いました。そしてバッターボックスには古田が入ります。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあもう終盤ですから、今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。さあそして打席には坂本が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこのチャンスは逃したくないですから、ここで得点してしまいたいですね。なるほど、そうですね。ストレート打った、パスやアウト、これで3アウト。3回の裏に入ります。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。さあここから上位打線になります。負けました。